炎逆寺根本中同時社奉行は、室町時代から江戸時代にかけての武家政権や江戸時代の諸藩における植生の一つで宗教行政機関。鎌倉幕府以降、自社の領地、建物、僧侶、神官のことを担当した武家の職名。江戸幕府では、将軍直属で三奉行の最上位に位置し、学人、恩苗師、囲碁将棋士に関する事項をも扱った。 鎌倉幕府では社辞を担当する、武行人が、自社武行と呼ばれたほか、特定の有力社辞との接衝、取り次ぎを担当する武行が別途設置されていた。あずま鏡によれば、研究5年5月に中原記事を、自社の訴えを取り申す、役目としたのが、後の自社武行に当たると考えられている。また、同年12月には、大場系の裏を、鶴岡八幡宮、 マサル長寿以下鎌倉の幕府五岩寺の武用に任じている。後に、大田寺蓮や二階堂貞夫が寺社武用に任命され、一方諏訪大社や伊豆山の神社、三島大社、厚田神宮など、鎌倉幕府の庇護下にあった社寺には、当該寺社担当の武用人を任命している。この政策は、堅務政権や室町幕府にも継承された。 室町幕府では仏寺を担当する寺奉行と神社を担当する社家奉行が設置され、さらに禅州と立州を管轄する前立方や遠略寺を担当する三門奉行、東大寺、幸福寺を担当する南都奉行など特定の宗派や社寺を担当する奉行人が任命された。足利義満以後になると、奉行宗の中から特定寺社を担当する奉行が 積極的に配置されるようになった。これらの別奉行は特定有力社寺と幕府の連絡を取り持つ立場にあったために社寺側から多額の金品を送られたり反対に社寺側と奉行の対立が政治問題化する場合もあった。足利義政の時代にこうした別奉行の前世紀を迎えるが応仁の乱以後の幕府機構の衰退とともに別奉行は没落していく。なお、 六原丹大や欧州将軍府、鎌倉府などの地方機関にも、自社奉行や個別社事を扱う別奉行が設置されている。江戸幕府でははじめ、慶長17年に、維新数年、板倉勝重に社事に関する職務に当たらせたが、具体的な役職は設置しなかった。将軍、徳川家光時代の官営10年、板倉勝重の没後。 千人で舎児に関する職務に当たっていた数年が死去し、舎児の担当者が不在となった。そのため、官営十二年、舎児や縁国における訴訟担当の所職として、自社奉行が創設された。所職ははじめ将軍直轄であったが、老中制の確立とともに、老中の所管となり、将軍、徳川越那時代の漢文二年に、将軍直属に戻る。定員は四名前後、 自邸が役択となり、月番制。勘定奉行、長奉行と並んで表情書を構成した。原則として一万国以上の不代大,大名が任命され、創社番を兼任していた。自社奉行は、いわゆる三奉行の一つではあるが、主に旗本であり老中諸葛に過ぎない勘定奉行、長奉行とは別格であり、三奉行の中でも、非等格と言われる。社に任れたものは、 その後、大阪城代や京都諸市代といった重役に就くこともあり、最終的に老中まで登り詰めるなどエリートの証でもあった。例外として、江戸町奉行の王岡忠出が、旗本のまま大名閣となり、総社番を兼ねずに務めたことがある。社事業以外にも、赤八州以外の複数の地行地にまたがる訴訟を担当した。主な任務は、全国の社事や創職。 新職の統制であるが、門前町民や社事領民、主元者や御名志らの民間宗教者、さらに連覇師などの芸能民らも管轄した。寺受け制度のもと、当時の庶民の戸籍とも言うべき、宗門人別改め町は、社事がすべて管理していたため、結婚と離婚の管理、移住、旅行という点については、現在の法務省が担う行政も担当していた役職である。 江戸時代の諸藩でも、自社奉行を設置する藩が見られるが、越後長岡藩のように、自社奉行を修門奉行に解消した例もある。また、柳川藩の自社長役や戸田氏時代の大垣藩の自社長奉行のように長奉行と統合した藩もある。時代劇で、町奉行同心や寄木が、犯罪者が、社辞地に逃げ込むのを見て、自社奉行が束ねているので手出しができないと自団打を踏む。 真が登場するが、これは事実と異なる。犯罪者が、社辞地に逃げ込んだ際には、町奉行所側が、自社奉行に対し、一定の手続きや、捜査協力の申し出などにより、下手人の引き渡しや、捕獲権の執行、代行が行われていた。また、火付盗賊改め方は、自社奉行による、事前了解がなくても、社辞地に立ち入っての犯罪者捜査や捕獲が、 認められていた。社辞側が犯罪者をかばうのが明白な場合、自社奉行によって厳しく取り調べられ、僧侶、神職を捕獲したこともあり、社辞中が違い方権になるようなことはあり得なかった。ありがとうございます。